身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね身長関することを配信していきたいと思います。身長の増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日ね本当に皆さんにお待たせしましたということで、超久しぶりにですね無料最終身長測の方やっていきたいと思います。パチパチパチって皆さんね画面の前でぜひね拍手してください。本当にこの無料最終身長測、私のお箱中のお箱なんですけど、私はね地獄のように疲れるってことです。なかなかできないっていうのが続いておりましたけど、ついにやることになりました。というのもですね、今では全部私一人でやってたんですけど、スタッフがね今回ね手伝ってくださるということでやる決意に至りました。ぜひね皆さんフルで応募してくださいということで、無料最終身長予測のねやり方をまず簡単に説明していきたいと思います。過去にやったことがある人も多いと思いますので、なんとなくイメージ湧いていると思うんですけど、この動画のですねコメント欄を使用していきたいと思います。コメント欄に身長記録などを書いていただくような形になりますので、そこのやり方を一緒にちょっと見ていきましょう。コメントのね記入方法を説明していきます。1位まずねチャンネル登録お願いしますということで、ぜひチャンネル登録お願いします。2番ということで、過去にですね私の方でも予測していれば予測されている身長の方を記載してください。3番性別の方をお願いします。当然ですけど男性か女性かで変わってきます。4番目ということで現在の身長ということですね。現在身長記載するときに年齢と月齢を必ず書いてください。これ、ね、口酸っぱく言ってますけども、13歳だけだと分かりません。13歳の0ヶ月なのか、13歳の3ヶ月なのか、13歳6ヶ月なのか、13歳9ヶ月なのかをしっかり記載してください。次過去の身長ということで、これもできるだけ数多い方が助かりますので、年齢と月齢と身長を記載してください。特にですけども何歳何ヶ月というふうにね月齢まで書いてないデータに関して言うと予測しません。予測できないので必ず月齢まで何歳何ヶ月何センチなのかそこを確認してください。次6番ということで両親の身長ということで遺伝身長ですね、ぜひ両方記載していただけると助かります。7番目早熟か晩熟ということで大体でいいんですけども、早熟なのか晩熟なのかねそこも記載していただくと助かります。で8番目とか身長に対する熱い思い、身長先生の応援メッセージとかね私いただけると私のやる気が出ますので、ぜひそういったところをコメントしていただけるといいと思います。さらになんですけども締め切りの日ね概要欄とかに記載しておきますので、それを守るようにしてくださいということでね、参考例ね概要欄の方に記載しておきますので、ふるってたくさんの応募ねお待ちしておりますということで、どうだろうな、まあ、わかんないけど500人ぐらいは答えていきたいかなというふうに考えておりますので、ぜひね皆さん応募お待ちしております。それではまた、チンチョビヨン、バイバイ。